新高です。ピースピース。退院しました。すいません。皆さんお待たせしました。待ってましたよ。いやもうありがとう。2週間な。俺入院してたんやけど、土日とかちょっとバスがない時はだから来られへんくて、まあ、4日を抜いて、10日間ぐらいお見舞い来てくれたやん。そうやな。そう。もうほぼ毎日来てくれとって。すごいね。もう暇やしさ。もうずっとベッドの上やし、太陽光も浴びられへんし、やってんけど、まあ、タカが来てくれてたからね。まあまあまあ、ひとまず。おめでとうございます。ありがとうございます。あ、乾杯。ということで、僕が世界一好きな、イタリアン料理食べに来ました、今日。しんくんは、退院だからね。お酒はどうする？一口飲む？一口飲まして一応グアバジュースにしてんねんけど、一応な、気使ってな、ドクターストップとかはかかってないねんけど、一応ね、2週間ぶりやんな。うん、あー美味しいですよかった美味しい。病院でアルコールなんか飲まれへんからね。なんか何これって感じやね。生ハム、うん、生ハムとなんかようわからへんやつと、なんかチーズのカリカリみたいな。病院でタバコも吸われへんやろ、お酒も飲まれへんやろ、うん、もうツムツムとか音ゲーしたりとか。そうじゃん。もうネットフリックス見たり、ディズニーチャンネル見たり、ペントハウス見てたやんな。ペントハウスも見たし、プリズンブレイクも俺小学生の時全部見たことあんねんけど、プリズンブレイクももう一からもう一回見ようと思って見たりとか、うん、でもそれでも暇なの。病院やからさ、生活ルーティンすごい整ってんのね、今シンクは。そう、なんか1日3食出んねんけどさ、ご飯が、うん、もうそれ時間もちゃんと決まってるし、で前まで1日3食とか食べへんかったやん。で朝ご飯も食べへんかったやん、うん、それを急に始めて、でなんと5キロ痩せまして、で最初の1週間で5キロ痩せて、もうカリンコリンやってんけど、3キロぐらい取り戻しまして、まあ今マイナス2キロぐらいなんだけど、うん、でもよかったわ、元気になって。なんかさ、このニット帽、うん、俺入院しましたの時にさ、ニット帽をかぶってる状態でインスタ上げてんけど、全然病気のせいとかじゃなくって、髪の毛がテンパやからね、こうちょっとテンパでちょっとこうひどいことになってるので被らせていただいてる。とりあえずよかった。うまいな。めっちゃ美味しい。あ、そうやん。なんかな、病院食が、うん、まあ健康的な食事なんだけど、味がめちゃくちゃ薄いらしくて。めっちゃ薄いん。で、もう退院したらご飯連れてくわって言って、今日イタリアに来たんだけど、うん、これが今日、2週間ぶりの味の濃い食べ物。チーズ。病院食のさ、献立でさ、メニューが書かれてんねやんか。なんか例えば、ブリの照り焼きとかさ、うん、なんか、なんとかの竜田揚げとか。メニューだけ見たらめっちゃ美味しそうやんけど、いざ出てくるものって、めちゃめちゃ味の薄い、なんかその、なんちゃってみたいな。うん、え、これなんちゃってで寄せて作ったやつっていうぐらい薄いねんか。やばいな。だから。耐えられへんかも、そんな。ちょっと生ハムとかいただいちゃおう。いただき、多分めっちゃうまいで。美味しすぎる。ほな、じゃあ、大きい方食べ、これ。大きい方食べないの？あ、うん、いい。あ、めっちゃ美味しい。ほんに？ハム？なんか。わからん。え、高菜？わからん。あ、わからん？うん。あ、お見舞い来てくれた人たちもね、ほんまにありがとう。うん。で、DM でもみんないっぱいメッセージありがとう。YouTube のコメント欄見た？毎日見てたよ。超感動するくない？うん、ありがとうございます。ありがとうございます。みんなのおかげだよね。うん。あ、YouTube では病名とか言ってないか。インスタに書いてるんで、インスタフォローしてください。すごい、誘導の仕方怖。シンのプロフィールの上にタカの ID もあるので、そっからフォローお願いします。はい、お願いします。届きました。パスタも届いたよ。サムネ撮るか。サムネ撮ったのに。え、めっちゃ嬉しい。食べよう。食べ
だってさ、病院食でさ、ピザとかいうメニューなんかあるわけないやん。ピザでもめっちゃ薄いんちゃう豆腐ピザとか。確かに豆腐ピザとかありそう。ありそうやんな。じゃあちょっとピザいただいていい？いきまーす。めっちゃ楽しみ。ん？おいしい。おいしすぎる。よかった。でこれトマトソースとかもないからね。そっか。うん。何だよ、和食ほぼ。なんかほうれん草のおひたしとかなんか煮物とかかわいい。その照り焼きとかでも全然照り焼きじゃない。え、でもさ、多分病院食とか無理かもしれない。濃いの好きじゃん、うん、めちゃくちゃ、うん、耐えられない。え、なんかサンマの塩焼きとかの、あ、お魚の焼き芋もあった。それは食べれる。うん。何かあのよくさ、なんか入院した人の話とかでさ、病院食めっちゃまずいみたいな話とかを聞いとってんけど、あのね、まずくはない。あ、ほんま。うん。まずいは言い過ぎ。薄いだけ。まずいは言い過ぎやし、その人の舌超えすぎやわまずいは言い過ぎやねんけど、薄いのは確か。うん、うん、え、うまっ。じゃあパスタいきたいと思う。ほんとに。オイル系のね。うん、パスタオイル系って強いよな。めっちゃ美味しい。マジで美味しない。オイル系が一番好き。なんか最近さ、あれ食べたんよ。なんでわかるの、狭いとこ知らんのや。いないですけど、大阪って感じ。なんかまあいいや、もうまあ、パスタ好きだよって話、うん、こんなに油を取っていいんでしょうか。そうやんな、そうなるわな。急にこんなに油取ったらちょっと怖いから、まあちょっとほどほどに。お酒もタバコもほどほどに。急にな、だってその元の生活にガーンって一日で戻られへんから。でも怖いよね、普通に。なんか自分がそうなって思わへんかったやろ。思わへん。なあ、みんなも気ぃつけや、うん、なんか何回も言ってるようやけど、うん、ほんまにかわいそうやったもんな。でもほんまに結構やばい病気やって、もうほんまに治ってよかった。うん。じゃあどこ行きたい？え、どこ行きたいとか本当になくって、今日家に帰った時に、うん、なんか人ん家遊びに来たみたいな感じでさ、言ってた。へーみたいな、なんかこう自分家の見慣れたやつとかがさ、うん、香水めっちゃあるとかさ、なんかスキンケア用品めっちゃ揃ってるとかさ、え、カバンかわいいとかさ思ってた。もう家でもそう、楽しくって結構。買い物しに行こうか。じゃあ、いや、もう買い物とかいい。なんで？じゃあもう一旦、なんかもう家が楽しいな今。あ、ほんま。うん。でもさ、サプライズ残ってんだよ。また。何？まあ、仕事一旦終わってからの話なんだけど。何？でも日にちとか決まってんの？まだ決まってないけど、うん、あの行くっていうのが決まってる。 あの三重ってだけは言っとくね。三重県です。楽しみ。最近通りしてなかったしな。楽しみ。動画も楽しみにしててね。まあ、タカが行きたかったっていうところなんだけど。まあ、これから、まあ、ちょっと、まあ、入院してる間にさ、あのシーンでちょっと爆買いしたりとか。もう やめて。なんかさ、何の受け取るのタカやん。朝方まで仕事してさ、うん、寝てんのにさ、ピンポンみたいなさ、もう何みたいな。いいよ。めっちゃあって、それが。目覚まし。超寝不足。目覚まし。で、2時間ぐらいしか寝てなかったのにさ、うん。でも、代引きやねんとかさ、言われてないのに代引きだったりさ、手加減にしたりとか。でもあの、タカにもいろいろ買ってますから。あ、ほんと？うん、楽しみにしといて。え、タカの分も買ったの？ちょ、シーンで2万円分ぐらい買ったんやけど。え、じゃあ許す。ちょ、タカにも結構買ってて。嬉しい。全然許すわ。うん。でも動画にする。何時今？やばい、タカたちさ、あの、今から M ステ見なきゃいけないからさ。そうそう、絶対に M ステ見ないといけなくて。トレジャーも出るし、エイビッチ様たちも出るし。うん。そうね。もうさっさと食べて帰らないといけないから。でもすごいのがさ、頼んだやつ全部さ、もう食草
をしてんねんけど、まだ店入って30分ぐらいしか経ってない。野球部かよ。食べ飲み放題にしたのに。4000円ぐらい払って30分で帰るのやばな。うん。おしゃれだね。うん。まあ、ということで、帰ってちょっと M ステ見て、うん、まあ、僕退院したばっかりで、まあ、ちょっとお茶活して、家で取れちゃうね、うん。ピザも食べれて。ね。そうやな。よかったです。はい、じゃあまあこれから、皆さん。また、新しい新ダサを。はい。お願いします。楽しみにしててね。バイバーイ。